皆様こんにちは。かわいい。ジャピンくんの。ケンちゃんもこっちに飲み出した。そしてやっぱりガチガチ始めるんだね。個性がありますな。でですね、今でこそ起きてるんですが、ついさっきまでことちゃんとみよちゃんはお昼寝をしておりまして、作業をしながらそれを見ていたら私も眠くなってしまいました。なのでちょっとがっつり寝室で少しだけお昼寝しようと思います。以前から見ていただいている方はご存知かもしれないんですけれども、ベッドに寝る時のマイルールがありまして、来てくれたの、外に一切出ていない洋服で掛け布団の上に寝るのはありってマイルールを作ってます。なので今日はまだ外に一回も出てないお洋服なんで寝れます。じゃ早速寝室行っちゃおうかな。一緒に来る？一緒に寝るしに行く？ケンちゃんも一緒に来る？一緒に寝に行きますか？寝室にもね、片美代ちゃん用のベッドが1個置いてあるんだよね。行きますか。あ、みんな来た。しばし夢の中で会いましょう。手足も寝てていいよ。ちょっとここにコタちゃん、みよちゃんが来た時寝れるようなベッドがあります。ん、みずどこ行ったの？みーちゃん、みーちゃんどこ行ったの？みよー、あー、いたー、みーちゃんいたー、帰ってくの。よいしょー、かわいい。ケンタコタちゃんのみよちゃんのベッドあるよ。起きたばっかだから眠くないか。そうだよね、さっきも寝たもんね。一緒に寝つけ合って。どうかな、一緒に寝よう。ベッドあるよ、ことちゃんとみゆちゃんの。一緒に寝よう。二人と立ってますね、それね。おはよう。ありがとう、寝かしてくれて。じゃ戻ろっか。リビング戻りますか。ありがとうね。ちょっとすっきりしたよ。やっぱちょっとだけでも寝ると違いますね。よし、じゃ戻ろう。付き合ってくれてありがとう。止まった。